はい、皆さんおはようございます、今日は城ヶ島にやってきました、前回この先の方で竿を出したんですけどね、メジナは一匹も釣れないっていうそんな状況だったので、今日はこの水深のあるこのポイントですね、この辺りを攻めてみたいと思います。はい、仕掛けです。ハリーがグレバリの5号、ハリス2号を2ヒロ、浮きが005で、誘導を今1ヒロ半取ってますね。005の浮きに板鉛も少し張ってあるので馴染む前にもしかすると沈むかもわからない、コマセマリスも、メジナは全然見えてないので、朝棚は一旦無視ですね。ボラしか見えてないです。餌がたまに取られるんですよ、ね、やっぱ何が取ってるかってしっかりその正体を突き止めないと。仲間が2匹ぐらいもうメジナすでに釣ったんですけどね、サイズは30センチぐらいでしたけど、もう少しね大きいやつもいると思うんですよね。あ、決まった。当たりましたけどね。よっしゃ、来た。うわ、抜けた。あ、ちょっと針変えよう。ないな、だけど3の字3の字でした。ほら、いい当たりだったんだけどな。はい、3の字ニザダイでした。今誘導は完了しましたね。当たりました。当たりですね。なんだろうな、あれ。持っていけ、持っていけ、持っていけ。メジナだ。あ、よかった、メジナで。このサイズでもとりあえず釣れれば嬉しい。当たりは結構明確でしたけどね。城ヶ島、今年初のメジナ。仲間が午前中に釣ったのも大体あれぐらいのサイズなんですよね。もう少しサイズアップはしてほしいけどな。
サギ。神社の7号ですね。寄り戻し、サルカンの50センチほど下に1個落ちました。こういった小さな重りでどれぐらい変わるのか行ってみましょう。誘導が完了しましたね。大丈夫ですね。ゆっくりゆっくり入っていきますね。よくわからないまま待ってるよりは少し、ね、何かを変えてみたりした方がいいと思いますね。餌が取られないんではどうしようもない。土井さん来たかもよ、これ。まあまあ強いですよ、これ。おー、メジナだ。やったよ。メジナだよ、これ。やりました。なかなか粘る。そうそう、そんなに強いの？やめてやめて、そんな。そんなに頑張らなくてよ。よし、メジナだ。おら、でかい。ようやく来た。ほら、パンパン。丸々してる。長さはそんなにないけど、もう丸っこいですね、これ。見て、この体。でこれ丸い35センチでこうしてこれ何食ってんのこれ。いやまあそれでも嬉しい。あ、よかったです。でかっ。仕掛けを電気浮きに変えました。電気浮き 3B、ハリスはそのままですね。2号2ヒロ、針がグレバリの5号で誘導を1ヒロ取っているので仕掛けが馴染めば2ヒロですね。針がない。今冬か、冬がいるんだね。針はグレバリの6号に変えます。城ヶ島夜釣りは人気ですね。当たりました。予想見してたら当たってた。
けるでしょ。乗るか乗るか、あれ乗らない、あれ当たってたのにな。なんか触ってるもん。念仏台とかだったら残念ですけどね。当たった当たった、ジョリさん当たった見て。よし、た乗ったよ。お、結構強いやつ来た。結構強いよこれ。いや、わかんないですね。メジナっぽくないですね、これ。なんだろう。タイだったりしてね。そろそろ浮いてくるでしょ。お、強い強い。お、なになになに。ねえ、マダイのだったら嬉しいけどな。お、ちょっと見えましたよ、姿が。姿が見えましたよ。ボラだったらなくてるな。あ、タイだ。ジョリさん、タイですよ、これ。マダイでした。こんなところにマダイがいた。ほら。すっげえ。そんな話をしてたら。これ45センチありますよ、ほら。これタモ枠45センチだから。いいとこ勝ってるもんね、これ。ほら、めっちゃいいところ。ここならなかなか抜けないですよね。これあったわ。これ嬉しいですよ。あ、OK です。OK、最高でした。帰ろうかも。ただこれでね、竿一本。1個だけ柔らかいところがあるんですけど、多分ね、ここだと思うんですよね、柔らかいところ。ここ、どうだ。ああ、いったいったいった。ね。指で鱗を取って、で、ここに、サクッとナイフを入れる。めくって、ここに中骨があって、これが中骨で、この上のこれですね。はい、ここにこれ神経入ってます、多分。あれ、あ、痛い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 。ここですね。これでもう神経締めも終わり。よっしゃ、オッケー。かっこいいっすね、これ。ほら、これ神経締めしてもほら全然見た目違和感ないじゃないですか、はい、そう、だからあの裏側からやれば。はい、今回の城ヶ島彫刻終わりました。今年入って2度1匹もメジナの顔を見ることができなかったので、まあ、最初に正直このメジナがその時は嬉しかったですよね。これで31センチだったんですけど、そしてその次にこの太いやつ、丸いやつ、この太鼓で35センチで、最後に釣れたこのマダイですね。もうこれが、これはちょっとびっくりした。このサイズのマダイを初めて釣ったんで、ね、本当にいい思い出になりました。はい、じゃあそんなわけで、今回もご視聴ありがとうございました。